レンドのコッカーです。今日はですね、久しぶりに二川の方に来てます。で、さっきね、漁協で話聞いたところによると、やっぱり水少ないみたいで、で、どこも水ないみたいなんですよね。水がたくさんあるところって言ったら、ちょっと、漁協よりも下流の方になるんで、で、まあそういうとこ入っちゃうとね、多分ね、カンスとかいっぱい釣れて、アマゴ釣れないんですよね。だから、どうしようかなと思ったんですけども、まあ、とりあえず今日は、まあ、大谷川っていう支流があるんですけど、そこちょっと様子見てみようかなと思ってるので、今はですね、これ、本流の、野光北陸のすぐ上流に入ってます。ちょっとここでね、試しにやってみようかなと思ってます。本日タックルの方ですけども、ロッドの方がですね、テーパー&シェイプのカーブスター T24、4フィート10インチの ULL。で、リールの方は軽かったコンクエスト BFS です。リールの縁相変わらずだな。なんでうまくいけないんだろう。帰ってメンテしたんだけどな、家で。何？なんかミスってる？この辺ね、魚影あるんですけどね、どうも全部、アユですね。よいしょ。アユばっかりだよな。今日はね、ちょっと支流の大谷川の方を攻めてみようかと思ってます。ダメか。なんかいるけどね、カワムツかもしれない。まあこの間からね、どうもなんか軽かったコンクエストが調子悪くて、キャストするとね、失速するみたいにしてスプールあんまり回らないんですね。でちょっとアルデバランでね、リール変えてみました。あー、ロッドのせいじゃないな。ロッドはね、見たんですよ、ガイドとかね、見たんですけども、ここアマゴ溜まってるんだよな。やる気あるやついるかな。一匹ね、まあまあかな。あんまり反応してくれないね。ついてくるのはちっちゃいやつ。いるんだけどね、やる気ないね。なんか跳ねたけど、いるんだけどやる気ないわ。あ、いるいるいる。今出たな。食うかな。食わんか。いるな、あそこ流れの中に。まあでも魚はいますよ、ね。アマゴか。そうかな。やっとかないよね、全然。ほんと今日チェイスが全然。漁協のね、方はチョロサワーって、ね、おっしゃってたんですけど、でもまあ、でも水量ありますよね、結構。普段、カミカツラで入ってる沢と比べても全然水量あると思うんですよね。今日ね、あれなんですよね、実はウェディングシューズ忘れてきて、スニーカーで登ってるんですよ。だからめちゃくちゃ怖い。この通りです。はあ、ウェディングソックスはね、持ってきてるんでウェディングソックスはね、履いてるんだけど、全然持ってこないわ。ダメか。なんか追ってきてる感じがないよね。さあ、席まで来ましたよ。
追ってこないよな。ほんと追ってこない。なんか釣れる気しないんですよね。この辺もまだまだ川蜜が多いですよね。あっ、当たった。初めて魚が反応。まあ川蜜かもしれないですけどね。どうだろう。あ、来た来た来た。あ、今バイトしてきたね。あ、今バイトしてきた。ちっこいのがね、食ってくるね。まあ釣れんことはないサイズもいるんだけど、これダメだ。まあ、釣れる、まあ、釣れるかもしれんのだけど。めっちゃ追ってくるけど、ちっこい。いかんせん。追ってる。ちっこいのが。来た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 。なんか来たけど、何これ。ああ、また。油早。あ、違う、高早。この辺は結構体型できそうなところいっぱいありますね。どっからね、体型しようかなと思ってたんですけど。よっしゃ。もうしばらくね、不動の方が行方不明になったんですけど、ようやく不動に面してですね。この不動を、まあ、登っていくとというかね。進んでいくと、能見峠っていうのがありまして、まあ、上条八ツ浦川のですね、能見川の方に出るような感じですね。峠を越えると、上桂川水系の能見川になります。この辺はちょっとね、里川っていうような感じになってます。さっきまでね、もう雲の巣だらけで大変だったんですね。はあ、まあ、でも。あ、追ってる追ってる。ああ、追いが浅いな。あ、追ってる追ってる。見てるですね。まあ、追ってこないね。よっしゃ。
こっちがね本流っぽいんですけど、ちょっと厳しいっすねこのケースは。でさっき分かれ道になってるところはあれ金陵区のはず。厳しそうっすねこれ以上はね。めどかチャレンジ。すげえ大事した。回ってない。あ、追ってた。回ってないのに追ってた。うわあ、ちょっと待って。そこだよね多分。流れ込みのすぐ下流ぐらい見てみると、あ、来ないな、わかんないな、そこそこそこ、おお、今反応したよな。結局本格的に狙いにちょっと降りてきちゃったんですけどね。はい、降りてきました。決まり。よかったな。もうダメかな。ダメかな。はい、もうダメでしたね。結局、高早が2匹釣れただけで、アマゴはちょっと会えなかったんですけど、やっぱりちょっと雨が降らないとね、厳しいですね。はい。今日はね、支流の方上がってみたんですけど、まあ思ったより水があったんで、釣りにはなったんですけども、まあちょっと釣果には、アマゴは残念ながら釣れませんでした。まあいるのはいますね。はい、まあもうね、すぐ金漁なんでちょっといろいろ行きたいと思ってるんですけども、まあ上桂川の方ねまた行くと思いますので、はい、あっちの方がねまだ釣れるかもしれないですね。うん、まあちょっと微妙なとこですね。はい、まあそれではご視聴ありがとうございました。次回も頑張ります。